日本埼玉県上尾市側側は、埼玉県上尾市の町名及び大技。現行行政地名は川一町目、二町目、及び大技側。住居表示未実施地区。市の統計などでは大谷地区で分類されている。郵便番号は362-0048。埼玉県東部で、上尾市南東部の大宮台地上に位置する。鴨川流域は、低地で台地との間は、 傾斜が極めて緩く、その境界は不明瞭である。東側を富士見、南側を向かい山、西側から北側にかけて今泉と接する。大和川の境界は西部の今泉と複雑に錯綜し、現在でも大小の飛び地がある。地区の東端を鴨川が流れ、北から富士見橋や鴨川橋がかかる。また、地内を今泉山水台に幹線が流れ、 鴨川に合流している。地区は、大和も含めた全域が市街各域で主に第一種、低層住居専用地域に指定され、全体的に区画整理された住宅地が広がっているが、大和ザ川には一部生産緑地地区として、工作地も残る。かつては、水田も見られた。元は、江戸期より存在した武蔵区に足立郡大谷領に、属する、川村、古くは、 周辺の今泉村、高山村、一丁目村などと共に一村の大屋村であったと言われている。高山村に飛び地があった。村高は、昭法年間の武蔵国伝園坊では154国、元禄豪町及び天保豪町によると123国余りであった。助郷は、中仙道上尾宿に出役していた。火星の個数は20件で、村の規模は、 東西四丁余り、南北二丁余りであった。地名は、諸説あり鴨川に由来する説や、川端など、川の字を含む地名から川の字だけが残ったことよる、ものと言われている。1875年の農業産物校は、武蔵国軍村氏によると、米十五国、大麦六十国、小麦十五国、大豆十八国、小豆八国、栗十国、蕎麦三国、 館所720巻であった。登記語上は今もなお存在する小技を含む。新編武蔵風土機構には前、新名前の記載があるが、現在の場所を特定できない。2019年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に鉄道は敷設されていない。 夏季路線バス利用で高崎線の上尾駅が最寄り駅となっている。地区内に国道や主要地方道、県道は通っていない。上尾駅、西口駅前より西上尾第1、第2団地方面や川越駅方面への路線バスが多数運行されている。ありがとうございます。